はい、では霧雨の出現やっていきましょう。クリスタルクロニクルがばっかりで申し訳ないんですけど、ちょいと最近ね、怪しいので、うわー、騒ぎ。これでね、撮影と投稿ができるプレステ4がマジで便利で、ちょっと落ち着くまではというか、クリスタルクロニクルもそろそろ、あと残すところ2ステージですからね。ここと霧雨の出現とレベラテラだけなので。で、今回、一応話すことも用意し、珍しく話すこと1個だけ用意してあるのと、で、一応ここね、結構ちゃんと回ろうと思ってるんで、今回ダメージを与えれたから、ほぼ全部回るつもりでいるので、2パート分ぐらいになるかもしれない。1時間しか取れないんで、1時間超える可能性あるから。こいつらは確かサンダー効いたから、サンダー効いたけど、あれがないの？サンダー効いてるけど、今何もないから、そうか、助かるんだ。ハイガだと、あれだよね、こっちの動きが阻害されないから、最悪ぶん殴れれば。前回までのやつだと、凍ったりとか、しびれたりとかしてると、こっちの動きが効かないから、テンポ悪くなるんだけど、ヒュッ。だから、あれだよね。ヒヒヒ。こいつらそんなに打たれ強くないんだよな。このスマだっけ。で、あそこのサンダーを拾ったらサンダラになるから、そうすればだいぶ楽でしょ。だからここが2パート分ぐらいになって、次がどうなるか。ここはね、やったことあるんですよ。だから問題なくクリアはできるとは思うんだけど、ただ広いのでね。これみんなサンダル効くんじゃなかったっけ？あいつちっちゃいんだよな。魔物は強いよね、やっぱりね。あ、楽だね、サンダル。楽。こういう動きを封じる系がね、効くとマジで楽でいいんですよね。このサハギの人はちょっと強いよね。3、あ、2発か。当たる場所によってだから、なんとも言えないけど。ボムさんとボムさんか。あー、お亡くなりになっている。ヘイツラが強いっていうのもあるよな。あ、いつまでに食らってた。なんか昔はこういう奥行けるんじゃないかなとか、いろいろと考えましたよね。結局さ、バンダナ？全然関係のないとこ行くけど、セルキー関係のイベントがさ、ここであるんだけど、拾ったバンダナね、デラムさんがお亡くなりになってしまったんだけど、追加されなかったね、イベントね。続きとかがあってもよかったんじゃないかなとは思うけど、いやー、クリスタルクロニクルなー、結構こけちゃったよね、これね。それが残念でしょうがない。アイテムは拾わなくてもか、今ダメージを与えるだから別にいいんだけど、でも確かね、ボーナスで何ポイントかぐらい入ったような気がするから、一応拾っとく。レイズリング欲しいんでね。あ、見てる？
うえ。東堂がいる。いや。メテ打ちしか食らなかったけど。でここら辺からもうちょっとまた開けてくるから、もしかして誰かテレビの音がでかいね。ここな、あ、そっか、投擲部隊も食らっちゃうか。お、おお。くそ、こういう時はサンダガの方がいいよね。あー、つらい。あれ、切る。地味に地味だよ、この一瞬の隙。何をそんなに食らったの今。 HP で一瞬で解けない。このさ、いやらしいよね。投げ終わりに相手の攻撃を避けたなと思った時ぐらいにさ、来るんだよな、あの投擲部隊が。お、死んだ。そう、サンダガにしたいな。あとはとカッコ撃破ですよね。囲まれすぎた。本当に先制攻撃が重要。これだったら2人止められるね。うん、ギリギリ。あー、サンダガ来た。よしよしよし。あ、あったね。もともと今あったね。2つって書いてあったね。はい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 。宇宙の変なのがいる。やっぱり威力は低いよな。そしたらこいつは普通殴るか。ゆへ、あ、違う、ノアのリュートっていつもあるやつだよな。でもまあそこ、そうだよね、サンダラで倒せてたやつがサンダガだと4発ぐらい勝ってるもんな。部分にも塗るんだろうけど、でも圧倒的に楽だからな。見てくださいよ、この殲滅力、めっちゃ楽。まあ1体とか相手にする分にはサンダガでいいけど、やっぱりあいつは4体とかで来るとね。
で、ここら辺はまだ上に行った。希望のかけらだって。まあ適当に溜まったら離すだけでいいからね。まあ4回かかっちゃうけど、まあいいでしょうっていう感じか。これあと上行っちゃうと進むのか。もうちょっと下を見るか。普通に武器で殴るよりは絶対早いよね。上行くと進む気がする。あれ、あっちの上って宝箱があるだけだったかな。ずれちゃったな。結構いたな。一回よし、これ全員巻き込むでしょ。おー、一回放つだけで。お、タグがいるな。よしよし、あったあったあった。でも進みそうだな。イカサマダイス、イカサマダイスもよくあるよね。したらとりあえずここはもう全部回った。回ってないね。こっち側から上がってくるとか。あれかい、さっきのミラードマンがいなければ全然問題ない。オッケー。これで一発当てた後に範囲外のやつが。どうする、よし、ここで3体使えるかな。あ、4体巻き込んでる。よし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 。おー、タフだね、君。遅れてやってきてない。サンダゴもあるかな、場所によって、あれがあるかな。あとは普通に、実は乱数だったりとかするのかな。まあ、1体だったら普通に殴っちゃってもいいよ。で、ここがさっき多分宝箱あったところだね。よし、とりあえずここはマップ終わりだ。何分かかってる？まだ13分。大丈夫だ。1時間かなりできるかな、もしかして。ここが広いんだっけな。でも3マップぐらいあるんだよね、確かね。どっちだったっけな。意外と覚えてるようで覚えていない。オッケー。これはなんかどっちかが先に進む方でどっちかが進まない方だったよね。こっちが進む方っぽいから。こっちは進まない方だったっけ。あれ、合流するんだっけ。ダメージを与えるは確かね、1回につき1ポイントしか入るんだよね、これがね。やっぱしっかり回っていかないと。アイテムを拾うとかの方が点数が高かったような気がする。チキンライフ。しゃべることをやるか。あんまり、テレビも見ないし、友達もいないし、会社でも居場所ないし、ネット上の友達もいないから、あんまり、時事ネタとかわかんないんだけど、たまたまさ、
まあ、ネットニュースをたまに目についたものを見たりとか、ツイッターのトレンドをたまに見たりとかするんだけど、その中でさ、一個物議を醸してるみたいなのがあって、こっちが進む方で、左上があれだね、アイテムルートだね。確かちょっとめんどくさいんだよね。これがデーモンズコートの柱をぶっ壊さないといけないっていう、2回壊さないとこれがたどり、流れ着いてこなくて先に進めないよってやつ。それを勘違いしてて壊しちゃいけないって思ってたんだよね、実況の中では。設備実況デーモンズコートの柱の上にいるボムをちょっかい出すと、ボムの爆発で下のやつが壊れるっていう演出だったんだよね。で、ここら辺の奥かなんかがね、囲まれるんだよね。この先か。で、宝箱が1個あるんだけど、ただ見えてるからな、ちょっとギリギリバレないような手前で。よし、あれ、優勝できてない。まだまだ。もう一個ぐらいあってね。あ、そうか、虹色ブドウのあれが切れてる可能性もあった。切れてたか。ちょっとだけ上がるんだよね。これから。それでさ、ちょっと物議を醸してたのがさ、誘いをコロナが明けたら行こうねとかいうやつは、あなたの人生に必要のない人間かもしれないので切りましょうみたいなあれが出てたんですよ、キリみたいなのは。いや、それがなんか結構やっぱ賛否両論みたいで、賛否 両論なのかな。お前ずいぶんそれしかしてこないな、抱きすぎばっかりしてるね。で、それをちょっと見ててさ、思ったんだけどさ、魔王グッズ、ああ、じゃあ宝箱じゃなくて、あいつがなんか持ってる系か。あれ？もし通常の方は宝箱が1個だけここにポツーンってあったような気がしたけど、まあ、ここ何度だか違うかもね。で、ちょっとね、軽くしか見てないからあれなんだけど、まあコロナだからって言って、誘いを断るのは、まあ、コロナが明けたら行きましょう、コロナが落ち着いたら行きましょうっていうのが、もう行けたら行くわと同じ感覚で使われてるからみたいな感じだよね。で、まあ絶対行かないだろうっていう感じ。あ、ごめん、ちゃんと見てくれよかったな。まあ、ニュアンス的にはもう行けたら行くわって同じなんだから、もう絶対それ行かないよね。そんな適当なことを言うやつは俺の人生には必要ないよねみたいな趣旨だったような気がするんですよ。ごめんね、ちゃんと読んでなかったからあれなんだけど。で、批判意見しか載ってなかったのかな。まあ普通はこの時期に、コロナの時期に出かけるっていう方がおかしいんだからっていう意見もあるし、みんなちゃんと自粛してるんだから断るのは普通です、あなたのことを思って断ってるんですよっていう意見もが結構多かったのかな。ちょっとこれね、個人的な話になっちゃうんですけど、自分はあれですね、コロナが明けたら行こうねは体のいい断り文句だと思っています。これはね、多分ね、その人との付き合いとか評価とかが多分影響してくると思うんだけど、本当に断ってくる人もいると思うんですよ。で、自分はそれを言ってくる相手っていうのが、ああ断ってんだろうなっていうニュアンス、それを言ってくる人がさ、要はさ、出かけてるの知ってるんですよ。要は休みのたんびにゴルフ行ったりとか、誰々と飲み行きましたとか、この仕事終わった後飲み行くんだとかっていう話をしてる時、してて、自分のまあなんか今度じゃあご飯行きましょうねみたいな話の流れでさ、あ、何々さんのご飯行ったんですか、じゃあ
みんなでまた今度ご飯行きましょうねって言った時に帰ってくる言葉が、じゃあそうだね、今どこのお店も開いてないからコロナが終わったらじゃあみんなで行けるといいよねみたいな感じ。これはもう確実に断られてるじゃないですか。すげえ早口になっちゃったけどさ。だからなんだろう、あの人間関係を切れっていうよりは、まあ、その人に対して自分は、まあ、あんまり疲れてはいないんだろうなっていう、なんだろう、評価の好感度調査の一つみたいな感じかなとは思いますね。終わっちゃって、うん、なんかね、あの結構自分さ、喋る人いないからさ、職場でもいつも端っこの方でさ静かにしてるんだけどさ、喋る人がいなくてさ、でたまになんか喋りたくなる時があって、車でさ移動時間が長い時とかに、当たるかな、当たった場合はね、あそこら辺が動いてるんですよ。だから多分当たってる、マークが動いたから。で、日頃の愚痴をさ、ラジオ形式だみたいなこと言ってさ話すんですよ。で、一通り満足して後でちょっと落ち着いて我に返って、これはねえなって言ってボツにするんですよ。で、最近はチャンネル、なんだっけ、メンバーシップ限定の方で稀にアップすることもあるんだけど、それすらも、いや微妙だなみたいな。今ね、多分2本ぐらいそれどうしようか考えてて、編集してないやつ、編集というかアップしようかどうか考えてるラジオ形式がある。そうなんだよね。だからさ、多分ね、悪いと思って言ってないんだよな、その人に関してはね。ただその、いやお前出かけてんじゃんって思った時に、まあそこまで仲いいとは、仲いいというか、うん、まあそんな感じのあれにしか思われてないんだなっていうのを。でもやっぱりね、人もどこ行ってもそうなんですけどね、仲良く人となれないんですよね。で、あとね、逆の気の使われ方をしてしまうんですよ。悪い人たちじゃないんだけど、喋れないから、いつも一人でさ、静かにしてるんだけどさ、それを、あの人は一人でいるのが好きなんだなって思われちゃうんだよね。で、そっちで気遣われちゃうから、あ、今一生懸命仕事してるから、じゃあそっとしとこうっていう気の疲れ方をしたんで、本当は一緒に俺もそこの、何人かで固まって喋ってワイワイやってるところに入ってっておしゃべりしたいんだけど、逆なんだよねって思われちゃうんだよね。だからそういうのが苦手。これやっぱ3ステージぐらいな、どっかで止めないとちょっともしかしたら長くなるかもしれない。うわー、あそこに固まってんのやだ。まだ届くべ。なんか魔法打ってきたやつだ。それぐらい近いといいよね。オッケー、楽ちん。で、ここ行くと次のあれなんだけど、こっちの下がね結構広いんだよね。広いというか遠い。ね、ケアルリングがあったのもここだったっけ。違うよね、ケアルリングって、え、あれケアルリングってこの先にあったやつなんだっけ。レイズリングが出て、そうだからいつもねケアルリングの場所をなんかね水門だと思ってたんだよね。でも水門はブリザードリングだった気がするから、やっぱりケアルリングか、ここの一番奥に出てくる宝箱で出てきたのがケアルリングだった気がする。で、レイズリングは得点じゃな、高得点じゃないと出ないんだけど、高難度ダンジョンだったら普通の宝箱で出るみたいなのをどっかのサイトで見たんだけど、急
昨日調べた時に特に書いてなかったんだよね。だからもしかしたら出ないかもしれない。で一回ここの、まあ一回であれだったけど出なかったけど、もしくは最後のテーブルが4分の1とかじゃなくなってる可能性もあるからね。ちょっとしっかり時間かけてゆっくりやる。別にね、大騒ぎしたいってわけじゃないけどさ、これはさ多分ここで全然当たるんだけど、アイテム拾いたいからちょっと下から回っていきますね。これさ通常のコナルクルファス剣だとあのカマキリのでっかいのみたいなのがここにいっぱいいるんだけど、いないんだよね。だからねすげえ気持ち楽。あいつ結構厄介なんですよね。あの呪い使って攻撃力も高いし、こっちの防御力半減してくるやつなんか呪いだかなんかを打ってくるからちょっと厄介。であと攻撃範囲もでかいし、でグラビデで一回落とさないといけないからちょっとめんどくさいんですよね。ティラの村とかにも出ないけど、これで出るかな。あーアーティファクトか。の御霊、これが持ってないやつだったらいいよな。どこで見れるんだっけな。一時リストが多分あった。あー横行けないか。これで探せばいい。蓋の御霊なさそうだな。ん、普通の御霊あれないかもね。これ多分攻撃でしょ。あないかも。あ、ないかもないかも。ラッキーラッキー。少しずつ少しずつアーティファクトを回収していかないといけない。でもレイズリング出たらレイズリング取っちゃった方がいいよね。いやー困るな。出るかな。でこれをさ戻るときにモグが大体疲れるんだよね、この距離だと。はい、じゃあ一旦区切るか。ちょうど30分ぐらいになってきたから、でここのマップ終わってもう一マップ確かあるから、次のマップで30分かかんないと思うけど、ただベヒーモスが次またいて、幽霊ゴースト系はいなかったような気もするんだけどな。もしかしたらそこのザコと戦ったら時間かかるかもしれないから、一旦区切って30分の20分ぐらいになると見やすいですよね。30分って長いけど、あの作業中に流してる分には30分っていいんだよね。15分は作業中に見るのに短いんだけど、なんかちょっとしたタイミングに見る分には15分ぐらいっていいんだよなっていうのが、あの自分の動画の視聴パターンだとそんな感じです。じゃあ次回に続きます。